どうも、ラブミールーです。2018年の12星座別の運勢を占います。天秤座から魚座編です。まずは天秤座、天秤座の2018年は金運アップの年です。何か金運がアップすることが起こりそうです。お財布など新しいのに買い替えてみてはいかがでしょうか。黄色い、グッズなども持ってみてはいかがでしょうか。また才能が開花する年でもあります。持っている能力をどれだけ引き出せるか、自分の才能を信じて、やっていくと才能が認められたり才能が開花することがありそうです。またまさかのタイミングでみたいなことが起こりやすいんですよね。まさかこのタイミングで、これがプラスに働くのかマイナスに働くのか、何か起きた時の気持ちの持ち次第で変わりそうです。あと生活のリズムが変わることがあるかもしれません。周りに、合わせる気持ちも重要になってきそうです。あと周りと感性が合わないみたいなこともあるかもしれません。そうなったら自分の感性を信じてやってみてください。良い意味で頑固になった方が良い年です。続いてサソリ座です。サソリ座の2018年は12年に一度の幸運期です。今サソリ座の人は、来ているはずなんです。何も幸運を感じていないっていうサソリ座の人たちはチャレンジが足りないかもしれません。何か新しいことにチャレンジをすると運が味方してくれます。もし何もしないでいたら、幸運さが、満足感の方に行くだけで今の生活が充実してるで終わっちゃうんですよね。そのため何か食べ過ぎたりとか、幸せ太りをしちゃうみたいなこともあるかもしれません。食べ過ぎ注意の年です。何か情熱を持って、サソリ座の皆さんはやってみてください。そうすると、自分がやりたいことに運が味方してくれて成功できます。注意点としては、ストレートに言い過ぎないように気をつけてください。ストレートに言うのではなく相手の気持ちを考えて、言葉を発するっていうことをしないと運が落ちてしまいます。さあ続いて伊手座。伊手座の2018年は、持ってるねって言われる年になりそうです。大舞台に、大舞台に強い、引きの強さを、見せられることがありそうです。くじ運が良かったりとかもあるかもしれません。もしくは最近まで全然うまくいってなかったっていう人たちは急に流れを引き寄せたりとかして、すごいねって言われたりとかついてるねって言われるようなことがありそうです。あと人の縁に恵まれる年です。伊手座の人たちは、何か絆が深まる出来事もありそうです。あそことつながれたらなぁと思っていると、引き寄せて、つながることができたりとかもありそうです。いい縁を持ってきてくれる運がある年です。さあ続いてヤギ座。ヤギ座の2018年は大逆転の年です。今までとは、状況が一変するようなことがありそうです。自ら変えるっていう意味で、転職したり、部署移動すると運が味方してくれたりもあります。もしくは引っ越しをしたりとかするのにも良い年です。あと友達の輪が広がる年でもあります。いろんなところに友達がいると、より運が高まります。友達の友達が助けてくれたりとかそういうこともありそうです。
恋愛で恋人がいない人たちは友達が紹介してくれたりとか、友達に誰かいい人いないっていうといい人を、紹介してくれたりがある年です。友達に頼ってみてください。あと電化製品を買い替えると運が、アップする年でもあります。携帯のスマホとかを機種変するのにも良い年です。携帯を機種変すると、良い連絡が入ってきたりとかすることになりそうです。続いて水亀座。水亀座の2018年は仕事運がアップする年です。結果がついてきます。昇進の話とかもあるかもしれません。もしくは天下を取ったみたいな感じになったりもするかもしれません。水亀座の方はぜひ野心を持ってください。もっと上に行こうと思ってください。また、権力を持っている人たちから気に入られやすい年でもあります。権力を持っている人たちが、味方になってくれたりとか、してくれそうです。できるだけ敵を作らない生き方を、心がけてください。苦手な人がいても、文句を言ったりとかしないで、関わらないようにだけしようとか、距離を置こうと思った方がいいかもしれません。あと水瓶座の人はダイエットが成功する年でもあります。何かダイエットを、しなきゃなと思っている人たちは、今年、真剣にやってみてください。最後に魚座。魚座の2018年の運勢は、幸運差がある年です。ラッキーって思えるような出来事が起こりそうです。また海外に、旅行に行くと運気が高まります。まあ、海外じゃなくても国内でも、どこか旅行に行くと運気が高まる年です。また何か人にこう教えるっていうのがテーマの年でもあります。年です。何か講義をする役割になったりとか、先生になる役割だったりとか、後輩の面倒を見るなどがあったりもしそうです。まあ、そういうことがあったら引き受けた方がいいでしょう。自分が講座をやるとかも良い年になりそうです。まあ、教えるっていうことなので、自分自身も知識がないといけないので、インプットすることも忘れないでください。また、明確な目標を作ることが重要な年でもあります。何か目標に向かって、あそこのゴールに向かって頑張ろうと思うと、運が味方してくれます。もしくは、目標を達成したっていう出来事が起こるかもしれません。何か夢が叶うことがあるかもしれません。夢を持とうと思うのも重要です。魚座の人、頑張ってみてください。それじゃあ、また。